鈴木達也は、日本の指揮者。神奈川県横浜市出身。マスターズブラス、名古屋音楽監督。1982年横浜生まれ。横浜市立中沢小学校、横浜市立旭中学校を卒業。中学時代に吹奏楽部でトランペットを始める。2001年東京音楽、大学附属高等学校トランペット専攻を、卒業し、 東京芸術大学音楽学部指揮科に入学。2004年畑賞を受賞し、2005年3月同大学を主席で卒業。同年6月には、同大学主催の新卒業生、紹介演奏会において、芸大フィルハーモニアを指揮。これまでに指揮を、佐藤伊佐太郎、塩沢康彦、トランペットを、林明代、ピアノを、北川明子。 井田康子、渡辺町子、西沢花子にそれぞれ支持。神奈川フィルハーモニー還元楽団、セントラル、愛知公共楽団を指揮するほか、ピアニストの小川の子、オルガニストの三浦初美をはじめとする多くの演奏家と共演。オペラの分野においても、これまでに新国立劇場、2機会、美和子ホール、神奈川県民ホール共同制作、日生劇場、 日本オペラ団体連盟人材育成公演などの副式者、合唱指揮者を務める。2013年から2019年にかけて、市宮市消防音楽隊常任指揮者を務める。また、アマチュア団体に対してもこれまでに、数多くのオーケストラ、吹奏楽団、合唱団を指揮。さらに、ドラマ、の、ダメカンタービレ新春スペシャルイニヨーロッパ、映画、の、 ダメカンタービレ最終楽章前編、後編の指揮指導を行うなど、各方面において、積極的に活動している。現在、マスターズブラス、名古屋音楽監督。ありがとうございます。